市川慎二郎は、日本の実業家。東京都内に本置区、株式会社中央シャッター、株式会社横引きシャッターの代表取締役、東京青年会議所足立区委員会員、東京商工会議所足立支部建設分科会、副分科会長などを歴任。駅の売店に多く採用されている横引きシャッターの普及や90歳を超える社員がいるなど、 定年のない雇用、がん患者が働ける職場づくりを実現させたことで知られ、こうした体験に基づく講演などを各地で実施している。2020年6月、石川観光特使に就任。令和2年度足立区功労者。1976年、埼玉県生まれ。国士館中学校、高等学校卒業後、中国の聖火大学へ留学。 北京五原文化大学看護学部経済貿易科卒業。株式会社中央シャッターに入社。総務部長、経理部長を経て創業者でカリスマ経営者であった父、市川文次の旧姓を受け、2012年2代目社長に就任。日本ではまだ珍しかった横引きシャッターを普及させるとともに9億円。 あった負債を6年間で7億円返済し会社を再建させる。上釣り式横引きシャッターで特許を取得した同社の横引きシャッターは2019年現在トップシェアを持ち住宅の他キオスクや地下鉄の売店などで広く採用されている。創業者が考案し特許を取った横引きシャッターの普及に尽力。同社は当初シャッターメーカーの修理をメインとする下請けに始まり、 すでに大手メーカーが製作していた横引きシャッターであったが自社でも開発を始め上釣り式横引きシャッターで特許を取得株式会社横引きシャッターを立ち上げ展示会などで認知度を上げ主力商品となるゼネコンからの受注生産のみならず一般住宅市場やバリアフリーニーズにも対応する商品を多数開発した同社の横引きシャッターは 2019年現在、トップシェアを持ち、キオスクや地下鉄の売店などで広く採用されている。S 字や曲線が自由に描けるため、建物に合わせたコーディネートを可能としたほか、中間に柱を立てずに、1枚のシャッターで50メートル以上でも制作可能とした。2020年10月には、手動シャッターの日常的に手が触れる、かと手掛けに、エコバリアという、 1>, 1分以内にウイルスを99.9%不活性化し3年以上効果が持続する抗菌加工を標準で装備した用途に応じサイズを指定でき経年変化による変色しにくい素材を採用したオーダーメイドアクリルパーテーションを開発、販売、植え釣り式で足のスペースのいらない商品などを開発、新型コロナウイルス感染防止の需要が高まっている。 社内で働き方改革を実施、社員は家族とする創業者の意思を引き継ぎ、60歳、定年制を規定しているものの運用をせず、採用は原則として、年齢不問、働く意欲のある限りは、雇用を続け、90歳を超える社員も働く、企業として知られ、年間65社以上、取材に訪れるなどメディアにも注目された。定年後の雇用条件や、 雇用形態は一切変更せず、ただ一つ、若い者へ、技術、知識を伝達することを条件としている。さらに、年齢、性別、国籍も多様な社員のライフスタイルに合わせた、フレックスタイム制度も導入した。また、ルールにすると柔軟な対応ができない、お互い様精神の社内風土を醸成する、取り組みとして、多能効果を実施。若い社員から、合コンがあるから、 早く帰りたいとの申し出に合コン休暇を作ったこともある。全社員がすべての部署を経験することで部署を超えた支え合いが可能となり、個々のパフォーマンスの向上を実現させ、2016年から2017年への1年間で30%も生産効率を上げ、5期連続売上アップを達成するなどの実績を上げた。市川は、 がんに罹患した社員でも仕事が続けられるよう支援しており実際に2018年8月現在で同社の従業員31人中過去5年間で5人ががんにかかったが仕事を辞めることがないようそれぞれ個別に柔軟に対応している2018年にはがん患者に優しい企業として東京都に表彰される2020年5月12日 市川が幹事を務める東京足立ロータリークラブは、東京港北ロータリークラブと共同で折りたたみ式のプラスティック製フェイスシールド5000個を足立医師会へ寄贈した。5月15日には、新型コロナウイルス感染拡大に際し、非常事態宣言後、偶然地元の足立区役所を訪れた際、アクリルパーティションがある部署とない部署があることに気づき、パーティションが不足している現状を知り、 施策を繰り返し100セットを用意、寄贈する。また、市川が経営する横引きシャッターでは、全社員にマスクを配布し、着用や換気を徹底するほか、時間帯変形フレックス制や、在宅勤務、休業保障月の休業や、雇用体系なども個別で対応するなど、いち早い対応を取った。2020年7月10日には、石川県にアクリルパーテーション100台を、 寄贈、8月には、熊本県にも100台を寄贈した。また、製造業でありながら、4月7日、東京が緊急事態宣言の対象になったことを受け、働き方改革を決断。34名の全社員と個別面接を行い、在宅勤務、フレックスタイム制、週休3日制の3つを提案し、いずれかを選ばせ、全社では、 結果的に社員の総出金日数を40%減らすことに成功した。先代が何でもこなすカリスマ経営者で、社員はただ敷かれたレールを走るだけという風潮であった。点に市川は危機を感じ、社長不在でも会社業務を回すことができ、社長は外交に徹するための社長戦力外通告を発令したり、腕はあるが品がない残賊から、 腕も品もある武士のような存在を目指そうという、山賊から武士へ、職人が自らのプライドを持って働いていた過去の価値観を取り戻そうという古き良き時代の復活など三つの方針を掲げた。さらに古い工場のイメージ一新のための工場見える化計画では、グループ全体の工場の機械を黒を基調とした赤いワンポイントの入ったデザインに統一。 照明をすべて LED 化し、工場内の壁をシルバー一式の斬新な空間にするなど、社員の意識改革、社内環境の改革を実施した。他ハット AB、東京新聞2019年2月20日、働き方改革あなたの会社でも AB、C、ホール2月号、定年は必要ですか、株式会社横引きシャッター。2020年10月20日閲覧。 ABC 株式会社横引きシャッター2018年12月7日 NHKBS プレミアム医師の闘病から読み解くがも生きる新常識に2019年6月8日閲覧 ABC 足立広報2020年10月10日 ABCD 足立百景ボリューム1372019年4月 ABCD 株式会社横引きシャッター公式サイト2019年1月マック通信第47号掲載2019年6月8日閲覧 ABC 東京都産業労働局東京メトロポリタンガバメント公式サイト2019年6月8日閲覧株式会社横引きシャッター2020年10月20日閲覧 ABCD きらめくオンリーワンナンバーワン企業21世紀を開くセレクトカンパニー2020年版 148P ハット ABC 株式会社横引きシャッター公式サイト親からこえ経営と意思のバトンタッチ2019年6月8日閲覧 AB ジャズラハット AB アダチブランド認定製品技術株式会社横引きシャッター 2019年6月8日閲覧。サシタイムス大戦391号2020年11月1日号、ネスオピニオンズ、用途でサイズを指定できるパーティション2020年9月20日号、横引きシャッター公式サイトマイナスオーダーメイドアクリル、パーティション。2020年10月20日閲覧。先駆者のミライズ公式 YouTube、中小企業流働き方改革。 市川慎次郎が目指す自由な働き方。2020年4月6日閲覧。2019年6月22日日刊現代、年金2000万円不足時代の生き方連載後から91歳の現役工場がの平休守さんの給与とついた、点灯中2019年1月号70から71ページ、ポルタ201832万2018年12月15日。 発刊、朝日新聞2018年9月17日付、ガンと共に、仕事続ける道支える、ハット AB、アダチ朝日2020年6月5日、ナンバー402、アダチのシャッター会社、アダチへ、アクリルパーティション寄贈。ヤフーニュース、2020年6月8日閲覧。AB、アダチのシャッター会社、アダチへ、アクリルパーティション寄贈。 足立経済新聞、2020年5月23日閲覧。AB、株式会社横引きシャッター公式 Facebook、掲載されました。北陸工業新聞マイナス、2021年2月15日閲覧。AB、株式会社横引きシャッター公式 Facebook、感謝状をいただきました。熊本市マイナス、2021年2月15日閲覧。 日経トップリーダー2020年6月号、P20 から21様変わりする。現場の働き方。警察官の友令和2年10月25日。発行。チョイス。日本の社長株式会社中央シャッター。代表取締役、市川慎次郎。2019年6月8日閲覧。足立朝日2016年9月5日付け。富士山系ビジネス愛。 株式会社横引きシャッター公式サイトマイナス代表、取締役、市川慎次郎略歴。2019年6月8日閲覧。株式会社横引きシャッター公式サイトマイナスメディア。2019年6月9日閲覧。ありがとうございます。